本当は何なの？終わり。ああ、DIH というのは防衛省情報本部ディフェンスインテリジェンスヘッドクォーターズのことだ。略して DIH。情報の収集、分析を主な任務とした防衛省の特別機関だよ。安全保障上の情報を統括していると聞いたかな。すごい。一般的にはマイナーな機関なのに、オワリ君よく知ってたわね。でも、俺が知る限り、DIH の主な任務対象は海外の軍事情報といった安全保障上の情報がメインのはず。こんな局地的な事件など扱うのかい？無論、表向きは君の言う通りの組織だよ。だが、表向きがあるということはその裏側もあるのだ。そのあたりの事情はさすがに察してほしいのだがね。とにかく、我々 DIH はある組織による秘密裏の研究と彼らが起こそうとしているサイバーテロを阻止するために行動しているのだ。その組織というのは北連理化学研究所内にある通称13件と呼ばれる秘密機関。出口さん、あんた、その名前をここで出すのかい？君たちも知りたかったのだろう、真実というもの。そらそうだ。でもここには、北連理化学研究所だと？そこはターニャとパーパがいるとこなのだ。秘密機関？サイバーテロ？どういうことなのだ？ねえ、一つ確認させてもらっていい？なんだ？前にあなたたちはあの仮想世界を作った組織の調査をしてるって言っていたわよね。その組織というのが北連理化学研究所にある13件なの？ああ、そうだ。そんなの何は知らないのだ。なあ世界、そんなの嘘だよな。嘘だよな。いや、その可能性は俺も考えていた。何せ北陸県にあるターニチカの PC とリンクすることで新世界体験が可能になるんだからね。だが新世界、アカシックと言ったか、そいつが13件とかいう機関と関係があるのはいいとして、どうして話がサイバーテロになる？私とナビ君がある組織に潜入中だと言っただろう。その組織というのが13件なのだ。そこで入手した情報から得た結論だよ。北連理化学研究所の13件が大規模なサイバーテロを計画しているのは紛れもない事実だ。そしてそのサイバーテロ計画を調査している過程で浮上してきた容疑者というのが君たち、ジャッジメント7ってわけよ。北連理化学研究所の副所長ユーリー博士との関係、そしてその娘であるタチアナとの定期的な接触、さらに代表であるオワリはじめの経歴、これだけ見ても十分すぎるほど怪しいだろう。ほら、やっぱりオワリがなんか過去にやらかしてたんじゃない？まあ、君の今までのプログラミング実績だけでもサイバーテロを起こすのに十分な実力があるというのも容易に予想がつく。だがそれだけではない。13件が作ったアカシックという仮想世界、そのメインフレームに
かつて君が作成したプログラムが流用されている可能性が高いのだよ。何？覚えがあるだろう。君が学生時代に作成した視覚情報の処理演算システムのプログラムだ。そうか。あのプログラムを流用すればアカシックの仮想世界を作ることも可能かもしれない。俺のプログラムは脳波をスキャンすることで視覚情報を読み取りデータ化するプログラムだ。もし記憶をスキャンできるのなら同じことが可能だろう。そしてデータ化された視覚情報を再構築することができれば、確かにあそこまで精巧な仮想世界を作れても不思議はない。それに俺の作ったワールドプログラム、あれもベースには同じプログラムが使われているんだ。そうか、それで。なるほど、そういうことだったのか。これで全てがつながったのだ。え、どういうこと？13件が作ったというアカシックのメインフレームと世界の作ったワールドプログラム、その2つは基本的に同じ設計思想のプログラムなのだ。どちらも世界が作っているのだから当たり前だな。そしてそこに偶然新世界ゴーグルというデバイスが加わったことにより新世界体験が起こったのだ。なんとなくわからんこともないが、新世界体験が起こったり起こらなかったりするのはつまりどういうことなのだ？そうね、この前基地の屋上でバーチャル花火大会をやった時も新世界に行かなかったし。それは当たり前なのだ。だってワールドプログラムはジャッジメント7のサーバーの中にあるけど、アカシックは13件というのが持っているのだろう。物理的に離れた場所にあるプログラムをネットワークを使ってリンクさせない限り新世界体験が起こるはずがないのだ。その2つのプログラムをリンクさせる役割をしてたのがターニャの PC だったということなのだな。あの時ターニャの PC はジャッジメント7のサーバーと北陸圏のネットワークの両方につながっていたのだ。それはつまり、それはつまり、つまり、つまり、レイジ、怖いのだ。ターニャは、もう、これ以上は喋りたくないのだ。タチアナ。それは、つまり、北陸圏の中にアカシックがあるという証拠なのだ。ターニチカの言う通りだ。アカシックが北陸圏の中にあるという可能性は非常に高まった。だが、それとサイバーテロは別だ。それにそもそも俺たちには、サイバーテロも13件も、それに北陸圏も関係ない。俺たちジャッジメント7の目的は、新世界の謎の解明だ。そうだろ、タニシカ。世界、そうだな、その通りなのだ。目的がどうであれ、君たちが納得してくれるのであれば我々としても話がしやすいのでね。君たちが気の済むようにしてくれて構わんよ。ところで、新世界の謎の解明はいいのだけど、二つのプログラムがリンクしたからってそんな簡単に新世界に行けてしまうの？いくら設計思想が同じとはいえ、ワールドプログラムはあくまでも現実を拡張する AR プログラムでしょ。
仮想世界を構築しているアカシックとは互換性があるように思えないけれど。それもそうよね。だって君たちのワールドプログラムは視覚情報として現実世界を拡張するプログラムだけど、アカシックは直接脳の視覚野に映像を投影し仮想世界を体験するプログラム。その2つがリンクするなんて普通は考えにくいわ。それは SSP が起動したことが関係しているだろう。 SSP？ サブリミナルスタンプログラムのことだよ。オワリ君、君はそんなことまで知っているのか。で、その PSP ってのは何なのよ。 SSP だがな、簡単に言えば強烈な視覚情報を脳に送り込み見たものの意識を喪失させるセキュリティプログラムだ。もちろんまだ実用段階じゃないだろうが、特定のネットワークに不正に侵入したもののモニター上に SSP を発動することで混沌させ拘束することもできる。スタンガンの映像版とでも思ってくれればいいよ。おっと言っておくが、そんな危なっかしいものを作ったのは俺じゃないからな。おそらく13件ってやつらだ。なるほど。我々が新世界体験を行うと意識を喪失するのはその SSP の仕業ということか。おそらくワールドプログラムを起動した時に13件のセキュリティプログラムが外部からの不正プログラムだと判断して SSP を起動しているのだな。でもオワリはなんでそんなものの存在を知ってるのよ。13件とかいう組織のことは知らなかったんでしょ。まあこれはちょっと犯罪っぽいから言いにくいんだけど、前に送り券のデータベースの中をいろいろと漁ってる時にうっかり発動させちゃってね。オワリ君、それ犯罪っぽいじゃなくて犯罪だから。相手が13件だったとしてもアウトだから。だが特別な設備や機材もなしにそんなゲートが本当にできるのか。あれ、特別な機材ならあるでしょ。あなたたちが使ってるゴーグルがそれよ。新世界ゴーグルだっけ。新世界ゴーグル、あれはただの AR ゴーグルよ。中にはモニター代わりのスマートフォンが入っているだけで、そんな特別なものでは。なるほど、そうか。新世界ゴーグルの中に入っているスマートフォンの電波でパルス変換された映像を俺たちの脳に投影しているんだな。 SSP によって脳の機能が部分的にダウンしてれば、スマートフォンくらいの出力でも脳の視覚野に映像を送ることは可能かもしれない。さらに俺たちの脳波をモニタリングすれば仮想世界での行動を視覚的にフィードバックすることも理論上は可能ということか。はいはい、質問です。ユーノたちの脳波をモニタリングしてるっていうけど、一体どうやって頭の中を覗いているの。確か世界が作った新世界ゴーグルには脳波をモニタリングするセンサーが仕込んであったな。ゲームには使われていないそれが機能しているということか。つまり偶然にも新世界ゴーグルにはアカシックとデータを送受信することができる機能が組み込まれていたということなの。普通なら起こりえない偶然だけどね。ね、これでも君たちのことを疑うなって方が難しいと思わない。とはいえいささかできすぎと言えなくもないけど、そんな風に偶然が重なるなんてことあるのかしら。そこは俺も引っかかっててね。
確かに部分的には偶然が重なっているのだろうが、その偶然を何者かが利用しているような、そんな気がしてね。まるでアカシックという存在が俺たちを新世界へと誘っているんじゃないかと、そんな風に思えてしまうんだよ。ま、とにかくこれで新世界に旅立つためのプロセスが判明したということだな。何にせよ君たちは限りなく正規ルートに近い裏ルートを使ってアカシックに接続しちゃったってことね。とにかくこっちが話せる情報はこれで一通り話したわよ。今まで言えなくてごめんね。君たちは一般人だし、情報を与えなかったのは君たち自身にも危険が及ぶと思ったからなのよ。ならずっと渋っていた情報の開示を今になって行ったのはどうして？情報を与えなかったのは私たちを巻き込まないためなんでしょ？なのに重要な情報を開示した、つまり今後は本格的に巻き込んでいくという意思表示にも思えるのだけど。君の言う通りだ。これまでは君たちを調査に巻き込まないよう注意を払っていたのだが、状況が変わった。先ほどレイジ君が黒服に襲撃されたように、現実世界にも影響が出てきているんだ。この状況を打開するためにも君たちには協力してほしいと思っている。協力？ああ、再びアカシックへ潜入し少女 A を探し出してくれないだろうか。それが本題ということかい？だが我が輩たちは少女 A を探すのを禁じられていたのではなかったか？そうよ。それにあなたたちがこれだけ探しても見つけられないのなら、私たちでは到底無理なのではないかしら。依然我々の組織で捜索を続けているが、一向に彼女らしき人物は発見できていない。もし何らかの原因でアカシックに取り残されているのだとしたら、我々や13件に気づかれない場所に身を潜めているのではないかと思ってな。だが少女 A は君たちだけには心を許しているように見えた。そこで君たちが仮想世界に入ったら彼女も姿を現すのではないだろうかと思ってな。それって私たちを餌に使って少女 A をおびき出すってことでしょ？正直言って気乗りしないんだけど。そうね、そのことに対しては否定しないわ。というかそれ以外にあなたたちを巻き込む理由はない。それが正直な話よ。下手にこちらの正義感を煽らないだけマシかもしれないわね。それだけそちらの状況も切迫しているということでしょうし。そういうことだよ。おそらく少女 A はアカシックや13件と何らかの関わりがある存在だろう。つまりサイバーテロに関する情報も握っていると思われる。だからこそ奴らよりも先に DIH で確保したいのだ。もし引き受けてくれるなら即座に君たちの身柄を解放しよう。少女 A の確保にたとえ失敗しようが構わない。君たちがテロ計画とは無関係な善意による協力者であると上の連中にはきっちりと私が伝える。監視命令も解かれるはずだ。もうプライバシーを侵害されることもない。悪い話ではないと思うが。それは
引き受けなければ俺たちはこのままずっと拘束されたままということかい？レイジ君を使って呼びつけたのはそういうことか？さあ、それはどうだろうな。だが、すぐに解放というわけにはいかないだろう。取り調べも覚悟してもらおうか。ユーノたち、ここからしばらく出られないの？まあ、飲み物もあるし、美味しいカレーもあるから、しばらくはいいかな。クーラーも効いてるしね。冗談じゃないわ。私は絶対納得できない。無実なのに、どうして取り調べなんて受けなくちゃなんないのよ。世界、どうする？このまま拘束され続けるってのは困るよ。それじゃゲームが作れないじゃないか。それに少女 A のことも気がかりだ。俺個人としてはこの依頼を受けてもいいかなって思ってるよ。わかったよ。それじゃジャッジメント7は DIH に協力しようじゃないか。ただ問題はどうやって新世界に旅立つかだ。そっちも今の俺たちがその術を持たないことは調査済みだろ。君たちがアカシックとの接続に使っていた北連理化学研究所の PC を破壊したことは知っている。だが問題ない。私たちが使用している回線を特別に開放しよう。それでアカシックへの接続が可能となる。では私は現実世界から仮想世界をモニタリングしよう。ナビ君はここからアカシックに潜入してくれ。わかりました。アカシックに入ったらすぐに彼らと合流しますね。我が輩たちはどこから新世界に飛び立てばよいのだ？君たちはジャッジメント7の事務所からいつも使っているゴーグルで入ってもらえればいい。それじゃあ安全面が心配だわ。入り口に鍵をかけるとはいえ、黒服たちが基地に入ってこないかしら。そこは心配しないでいい。事務所の入り口や周辺には DIH の職員を配置しておく。それにもし黒服が襲撃してきたら、こちらにも連絡が入る。その場合はすぐに回線を切断する。作戦開始は明日の正午。作戦時間は現実世界で2時間、つまり仮想世界ではおよそ2日間だ。タイムリミットが来たら私が強制的に回線の接続を解除しよう。これで前回のように帰れないということはないはずだ。立ち穴ですか？ここにはいませんけど、何か用でもありました？ううん、そうじゃないんだけど、今日はいろんなことがあったからちょっと心配で。ラウンジにも仮眠室にもいなかったんだよね。どこに行っちゃったんだろう。ちょっと待っててください。僕下に行ってきます。
穴のサンダルがありませんでした。外に出たんだと思います。こんな時間に？二人ともどうしたんだい？ターニャンがいなくなっちゃったんだよ。外に出ちゃったみたいで。外にって、今10時じゃない。いつもの立ち穴ならもう寝てる時間よ。そうね。こんな時間に何しに行ったのかしら。これはただごとではなさそうだな。立ち穴、ショックだったんだと思います。北利権がサイバーテロを計画してるなんて聞いて。ごめん、私自分のことでいっぱいいっぱいで、あの子のこと気にかけてあげられなかった。それを言ったら僕もですよ。こんな時だからこそ目を離しちゃいけなかったのに。まあ悔やんでも仕方がないよ。今やるべきことは一刻も早くターニシカを見つけ出すことだ。世界の言う通りだ。立ち穴の足ではそう遠くには行けまい。おそらく浅草周辺にいるはずだ。よし、手分けして探そう。立ち穴、どこにいるんだ？立ち穴、立ち穴、隠れてるなら出てこい。ここにもいない。立ち穴どこに行っちゃったんだよ。もしもし。レイジ、レイジか？その声は、立ち穴？あ、そうなのだ。やっと繋がったのだ。立ち穴、今どこにいるんだ？というか、今かけてる電話誰の？誰かと一緒にいるのか？待つのだ。そんないっぺんに言われても答えられないのだ。あ、そうだよな。とりあえず今どこにいるんだ？ここはどこなのだ？それ俺が聞いてるんだけど！タニャは絶賛迷子中なのだ。それに浅草の詳しい地名なんて知らないのだ。タチアナ、周りに何か見えるか？目の前に川があるのだ。あと、スカイツリーが見えるぞ。スカイツリーが見える川って、隅田川？多分それなのだ。それじゃあこの電話は立ち穴のじゃないよな。これは通りがかったカップルに借りたのだ。ターニャのスマホは充電が切れてしまったからな。レイジの電話番号を思い出すの大変だったんだぞ。15回も知らない人にかかったのだ。それじゃあ今は電話を借りた人たちと一緒にいるんだな。そうなのだ。優しいカップルだぞ。さっきチョコバーをくれたのだ。そっか。それじゃあ今からそっちに行くから、絶対そこから動くなよ。分かったのだ。
大丈夫かタチアナ。痛いのだ。ああ、鼻の頭すりむいてるよ。何？タニアの可愛い顔に傷がついてしまったのだ。これじゃお嫁に行けないのだ。ああ、触るなって。このくらいのかすり傷だったらすぐに治るよ。あの、ご迷惑をおかけしてすみませんでした。いえ、来ていただけてよかったです。あなたがターニャちゃんが言ってたお世話係の方ですよね。迷子みたいなので交番に連れて行こうとしたんですけど、あなたに連絡すればすぐに来てくれるっていうので私の携帯を貸したんです。そうだったんですか。何から何までありがとうございます。それじゃあ行こうか。うん、じゃあね、ターニャちゃん。今度はお兄さんと離れないようにね。じゃな、帰ろうか。みんな心配してるよ。戻らないのだ。戻ったらターニャは新世界に行かなくちゃならないのだ。ターニャ、もうあそこには行きたくないのだ。タチアナ、レイジだって知ってるはずだぞ。北連理化学研究所はターニャのパーパが副所長をしているのだ。働いてる人の中にはターニャに優しくしてくれる人もいるのだ。パーパやみんなを疑うようなことターニャはしたくないのに。それなのにターニャは。あの時さ、カフェエグジットで北利犬にアカシックがあるってタチアナが証明した時、僕はちょっと嬉しかったんだ。嬉しかった？なんでだ。ターニャはちっとも嬉しくなんかなかったぞ。ターニャは自分の研究所を疑ったのだぞ。もちろん北利犬がアカシックに関係してるのが嬉しかったわけじゃないよ。僕が嬉しかったのはさ、あの時タチアナが自分の口で言わなきゃいけないことをちゃんと言ってくれたってことだよ。言いたくないことを頑張って言ってくれた。誰だって逃げ出したくなるような真実を前にして怖くて震えながらもタチアナは逃げなかった。大人と同じように自分の責任をちゃんと果たした。そんなすごいことができる子が自分の仲間だっていうことがすごく嬉しかった。とても誇らしかったんだ。ターニャがすごい？そうだよ。なのに今度は逃げ出すのか？タチアナ、君は僕をがっかりさせたいのか？いや、なのだ。そんなのは嫌なのだ。レイジをがっかりさせるなんて、そんなの絶対絶対嫌なのだ。ターニャだって逃げたくなんてないのだ。パパを、研究所のみんなを信じたいのだ。全部嘘だって証明してやりたいのだ。でも、どうしたらいいのかわからないのだ。新世界に行って何をすればいいのだ。ターニャは一体何
戦う相手は自分自身だよ。真実を知るのが怖くても、それでも臆病な自分自身に打ち勝って前に進むしかないんだ。タチアナはみんなが悪者じゃないってそう信じてるんだろ。もちろんなのだ。だったらタチアナ、お父さんやみんなの無実を証明するためにも新世界に行くべきなんじゃないかな。信じているならなおさら背を向けるべきじゃない。僕はそう思うよ。でもターニャはやっぱり怖いのだ。怖いならずっとそばにいるから。タチアナ、僕は何があっても君の味方だよ。タチアナ、どうしたんだ。
ままどこかに逃げ出したいって本当はそう思ってるのだ。でもなんだかわかんないけど、レイジの声を聞いたら怖いのがちょっとどっかに行って、なんだか急に心が軽くなって涙が止まらないのだ。それってターニャが弱虫だからなのか、ターニャが臆病だから涙が止まらないのか。違うよタチアナ、人は何かを乗り越えてちょっと強くなった時にも涙を流すんだよ。その涙は勇気の証だよ。そうか、そうなんだな。それならちょっと安心したぞ。レイジにくっついているとあったかくて安心なのだ。ターニャ、アカシックに行くのだ。レイジと一緒に真実を見つけに行くのだ。だからレイジはターニャのそばを離れちゃダメなのだ。うん、離れたりしないよ。レイジ、ここでターニャと約束するのだ。約束？ターニャはレイジの説得で行くことにしたのだ。だから何かあった時はレイジに責任を取ってもらうのだ。責任ってそんな大げさな。さあ指切りなのだ。指切りゲーマ、嘘ついたら針千本のます。指切ったのだ。これで安心なのだ。どんなことになってもレイジが一生の責任を取ってくれるのだ。え、一生って、一生？いやいや、それはレイジはラッキーだな。こんな美少女の一生を責任取れて。だからなんで責任取るの前提なんだよ。何もなかったら責任を取らなくていいんだろ。もちろん何にもなかったとしてもレイジは一生ターニャのお世話係だけどな。これは決定事項なのだ。いやいやいや、そっちは少なくとも約束してないんだけど。あ、ターニャいた。お、あ、もよかった。ユーノすっごくすっごく心配したよ。ユーノ苦しいのだ。あ、ごめんねターニャ、嬉しくてついギューってしちゃったよ。わ、ユーノは加減ってものを知らないのだ。ユーノのおっぱいは人を殺せるのだ。というか、みんな勢ぞろいでどうしたのだ？どうしたもこうしたもないわよ。まったく心配かけて。なんでこんな時間にこんなとこふらついてんのよ。しかも挙句の果てに迷子になるとか。見つかったからよかったけど、ほんとヒヤヒヤしたわ。心配かけてごめんなのだ。この私が街中を走り回ったんだから、どんな代償を払ってくれるのかしらね。夏美さん、探してくれてありがとうございます。ガジガジ君、一本あげるので許してください。ガジガジ君一本だなんて、この私も安く見られたものだけど。ま、素直に謝ったから多めに見てあげるわ。だけど今度もしこんなことがあったとしても、私は探してなんてあげないから。夏美先生も素直ではないな。そんなところもいいのだが。うわ、イルカさんすごい汗ですね。
これは汗ではないぞ。我が輩の体内に宿る聖水が湧き出たものだ。タチアナの居場所を突き止めるため、我が聖なる力を限界点まで消費したからな。しょうがないから、特別にカエル君のハンカチを貸してやるのだ。感謝するのだぞ。我が輩が使ってもいいのか。お気に入りだから、本当は貸したくないけどな。でもでも、ターニャのことを探してくれたんだろ。立ち上がった。うわ、イルカがキモいのだ。おにぎりさん、立ち上がる。このハンカチのぬくもり、我が輩は一生忘れないぞ。タチアナ、準備はできたようだな。もちろんなのだ。どうやら世界もターニャの成長に気づいてしまったようだな。何の問題もないのだ。だってターニャにはジャッジメント7のみんながいるからな。それに何かあった時はレイジが一生責任を取ってくれるって約束したのだ。ほっほう、一生ね。そいつはレイジ君、大きく出たじゃないか。レイジよ、男に二言はないぞ。待ってくださいよ、僕はそんなこと言ってない。おお、レイジ、嘘ついたのか。嘘ついたらハリセンボン飲まなきゃいけないのだぞ。今すぐ買いに行かなきゃなのだ。針はどこで売ってるのだ。この辺だと。ユウナさん、冗談を真に受けないでください。冗談ではないぞ。ターニャはいたって本気なのだ。マジなのだ。約束を破ったらただじゃおかないからな。わかったよ、ちゃんと守るから。にゃふふ、それならいいのだ。それじゃ早く基地に戻るのだ。あとターニャは悩みすぎて甘いものが欲しくなったのだ。途中でアイスを買っていくのだ。ぼーっとしてるのだ。ターニャはガジガジ君のソーダ味がいいのだ。わかったわかった。DIH に指定された回線との接続が完了した。これで新世界へと旅立てるはずだ。みんな準備はいいね。ダーニチカもいいかい。もちろんなのだ。ではプログラムを立ち上げよう。ワールドプログラムスタンバイ。ボイスコマンドはターニャがやるのだ。だが確か前回もターニチカだったしね。違う人にも体験してもらいたいと俺は思うんだが。
ニャがやるのだ。それに前回は失敗したからカズには入らないのだ。やれやれ、少しは大人になったかと思ったけど、ターニチカはターニチカだね。わかった、じゃあお願いするよ。チェンジザワールドなのだ。プログラムの起動を確認。おそらくこのまま待っていればワールドプログラムの暴走が起こるはず。まあ起こらなかったらエロリーを表示するまでだが、怒ってしまったか。成功したのよね。前回と同じ感じだからそうなんじゃない。さあこんなものさっさと抜いちゃいましょう。仮想世界アカシックへようこそ。わあ、みやびさんだ。どうしてここにいるの？いや、事務所前で待ち合わせの予定だったけど少し早く着いちゃって。ほら、現実世界で10秒ずれてもこっちでは4分もあるからね。それで勝手に中で待たせてもらってたんだけど、あら、ひょっとして私ちょっとずずしかった？うんうん、全然いいんだよ。ジャッジメント7の基地へようこそ。あと、新世界へようこそ。じゃあ早速、少女 A の捜索を始めるとしようか。ま、具体的な方法は何も考えてないんだがね。それは私の方も同じよ。でも、あなたたちが仮想世界に来たことで何らかの変化が起こっている可能性が高いわ。最初に少女 A と遭遇した地点を中心に街中を探していきましょう。保護しに来たのよ。少女 AI 出てくるのだ。タンナに全部お任せなのだ。仕方ない。ならば我が輩の家に古来から伝わる少女 A を呼び寄せる儀式を行おうぞ。イルカさん、古来からっておかしいですよ。少女 A ってそんな大昔からいたんですか？違いますよね。適当ですよね。ねえ、彼のこの儀式いつまで続くの？すみません、本当すみません。医師の病気みたいなもんなんです。適当に放っておけば疲れて終わるんで。儀式は無事に終わった。間もなく少女 A は現れるであろう。なんだろう、私今イルカのことすっごく殴りつけたい気分なんだけど。奇遇ね。私もよ。むむむ、みんなあれを見るんだ。
ジャンクマ？あれはジャッジメント7が5番目に世に送り出したゲーム、楽園ポロロッカに出てくるマスコットキャラのジャンクマだよ。今回は人間型のキャラクターじゃないせいか、再現度がかなり高いからまず間違いないわね。ほぼイメージ通りよ。ふにょ、全然イメージ通りなんかじゃないのだ。ターニュがせっかく考えたのに、夏美のせいで狂気を感じるクマにデザインされてしまったのだ。具現化されたらますます可愛くないのだ。それどころか狂気度がマシマシになってるのだ。何よ、ただ可愛いだけのキャラクターなんてつまらないじゃない。だから少しだけアレンジしてあげたっていうのに失礼ね。ねえねえ、ジャンクマちゃんなんか抱えてるよね。あれって A ちゃんじゃないかな。少女 A よ、間違いないわ。我が輩の儀式によって呼び寄せられおったか。単なる偶然でしょうが、そもそもジャンクマを呼び寄せろなんて誰も頼んでないわよ。なるほど、ジャッジメント7の存在が少女 A の登場の鍵となる。出口さんのこの仮説は正しかったようね。宮菱、それどういうことであるか。実は前回の接続の時、君たちがアカシックからログアウトした瞬間、少女 A も消えてしまったのよ。だから君たちと一緒に現実に戻ったと思ったのだけど。ただログアウトした痕跡はジャッジメント7の7人分しかなかったから、本当に消えたとしか判断できなくって。そこで出口さんが立てた仮説が、少女 A の出現する条件はジャッジメント7が仮想世界にログインすることだったのだけど。その通りだったっていうことだね。でもなんでなんだろう。それはまだ分かってないんだよね。その仮説が正しかったのだとしても、でもこれはちょっとまずい状況よ。ジャンクマの大好物は可愛い女の子なの。このままじゃ少女 A はあの凶悪なクマに丸かじりされてしまうわ。そんな絶対ターニは考えてないのだ。ジャンクマはみんなのお友達の可愛くて優しくてちょっと間抜けなクマさんなのだ。だからただ可愛いだけのキャラクターなんて私には描けないのよ。それにあなたの書いた設定書にもちゃんと書いてあったわよ。ジャンクマは女の子が好きって、それと果物を丸かじりするって、それをちょっと合体してみただけじゃない。好きの意味が違うのだ。それにどうしてそれと丸かじりをくっつけてしまうのだ。夏美、あんたってばなんてことしてくれたのよ。女の子が好きなんて設定にしたら私たちまで危ないじゃないの。浅野、ジャンクマの好物は女の子って言ったでしょ。だからあなたは大丈夫よ。自分の歳を考えなさい。またあとがいですか。それとも嬉しくないんです。そりゃあ、あれ、私はもうねえ。でもでもって言ったっていいじゃん。あ、いいこと、ね、適度に売れてからの方がよ。あれ変態、てなのに私は売れてない、売れてなんかないっすね、レイジ。そうですね、浅野さんはまだ売れてないと思います。強いて言うなら枯れてるって感じです。枯らすな。
ちょっと君たち、今は喧嘩してる場合？時間がないんだから、とりあえずあのクマから少女 A を奪還するわよ。あ、ちょっと待って。ビームだと。うわー、ジャンクマちゃんすごい。え、うわー、違うのだ。そこはバナナの皮じゃなく、出るのが正解なのだ。滑った上にうんこまみれになる、そういったお茶目な攻撃なのだ。夏美は全然指示に従ってくれないのだ。冗談はやめてよ。そんな下品なキャラ私には描けないわ。滑って転ぶ設定を残してあげただけでも感謝してほしいわね。夏美、ナイスアレンジよ。助かったわ。下手したら私、うんこまみれになってたのね。闇雲に飛び込むべきではなかったわ。夏美、あのクマのスペックを教えてくれない？他にはどんな攻撃能力があるの？そうね、だいぶ前にデザインしたからうろ覚えではあるけれど、口からはマシンガン、両腕はロケットパンチ、胴体には超強力なレールガンを内蔵。両足のロケットエンジンを使ってマッハ4で飛べるはずよ。さらにあのゆるっとしたボディは実は特殊合金でできていて、あらゆる攻撃を跳ね返すわ。戦車でも倒せない究極の殺人マシンね。夏美先生、奴の背中はどうなっておるのだ。ああ、そういえば背中には搭乗用のファスナーがあるわね。搭乗用って、あれ中に人が入ってるんですか？一体誰が？そこまでは知らないわ。私はあくまで着ぐるみって設定を守っただけだから。そのためのファスナーよ。じゃあどうにかして背後に回り込んでファスナーを開けちゃいましょう。中の誰かを引きずり出してしまえばジャンクマを無力化させられるわ。背中が弱点だってことは分かっていたから各種センサーを設置しておいたわ。誰かがファスナーを開けようとした瞬間、お尻から毒ガスが噴出される仕掛けよ。少しでも吸ったら最後、即死、ジエンドね。だからどうしてそこまでガチガチの殺人マシーンにしちゃったんです？あれマスコットキャラじゃないんですか？仕方ないじゃない、ついつい乗っちゃったんだから。それに毒ガスを考えたのは私じゃないわ。ちゃんとタチアナの指示書にあったもの。違うのだ、ターニャが考えたのはジャンクマのおならプー攻撃なのだ。背中のチャックを開けようとするいたずらっ子を懲らしめる、ちょっと臭いだけの笑える攻撃なのだ。つまり資格なしってことですね。ま、そういうことになるわね。夏美先生、な、何よ。素晴らしい、素晴らしいぞ。実にグッジョブである。タチアの書いたメルヘンな指示書からよくぞあそこまでの究極殺人兵器を生み出したものだ。そのアレンジ力、想像力、
そして破壊力に我が輩猛烈に感激しておるぞ。君たちって…集合じゃん。ジャンクマパーティーとやらが何なのかはわからないけど、とりあえず花屋敷に行くしかなさそうね。遅いじゃん、待ちくたびれたじゃん。あれ、少女 A がいなくなってるのだ。え、何よ、ひょっとしてもう少女 A 食べられちゃった後なわけ。ちょっと待ってくださいよ。そもそもとしてジャンクマって着ぐるみなんですよね。女の子をかじるなんて、そんなことが可能なんですか。さあ、そういう整合性はあまり深く考えてないわね。なんていうか、ノリでデザインしてたから。夏美さん、女の子を助けたければジャンクマパーティーに参加するじゃん。うまくいけば女の子を助けられるじゃん。じゃ、そのジャンクマパーティーとやらに参加させてもらおうか。会場は花屋敷の中なんだろ。ジャンクマの最強にして最強、そして最終の究極武器、レールガンだわ。そんな最終奥義みたいな武器をもう出すんですか。当たったら粉々よ。終わり、戻って。ジャンクマパーティーに参加できるのはちびっことその保護者だけじゃん。それ以外の人が入ろうとしたら、オイラのレールガンをお見舞いするじゃん。そういうことは先に言ってくれないかい。まったく、もう少しで粉々にされるところだったじゃないか。でも困ったのだ、この中にはちびっこなんていないのだ。これじゃ誰も中には入れないのだ。お嬢ちゃんはちびっこだから入れるじゃん。何の問題もないじゃん。ターニャはちびっこなんかじゃないのだ。もう中学生のお姉さんなのだ。タチアナ、落ち着きなさい。これはチャンスなのよ。そうよ、せっかくジャンクマがちびっこ認定してくれたんだから、それに従いなさいって。本当に誰も中に入れなくなったら、それこそどうにもならないんだからね。そういうことだ、タチアナ。ここはあえてちびっこのふりをしてはくれぬか。分かったのだ、少女 A を救うためなのだ。大変だけど、ターニャ、ちびっこのふりをするのだ。となると、次の問題は誰がターニャに同行するかよね。保護者っていうからには両親、つまり男女2人までなら大丈夫なんじゃない。ターニャのパパ役とママ役を決めるってことだな。パパ役はレイジで決まりなのだ。え、どうして僕が。だって世界は変態だし。
幼女に罵られるのはやっぱりゾクゾクするね。ルカキモいし。はあ、だからだからレイジしかいないのだ。次はママ役なのだ。ママ役。年齢的には浅野にしておくのが無難なところか。私、レイジと夫婦役ね。まああんまり気乗りはしないけど、他の人がいないなら仕方ないわね。ダメよ。あなたの胸では母乳が出なさそうよ。ママ役は無理があるわ。何それ、世の中には胸の小さいママだってたくさんいるでしょうが。はい、じゃあユーノがママ役をやっちゃおう。ユーノだったらおっぱいも出そうだし問題ないよね。ダメよ、そんな見るからに女子高生のママがどこにいるのよ。いや、いないこともないと思うがね。それに女子高生ママか。響きがエロいね。人の妹を出しに妙な妄想を膨らませるんだ。うはっ、とにかくダメったらダメよ。まだあなたにこの役目は早いわ。だからここは一番適任の私が。しょうがないな。じゃあここはみやびお姉さんが一肌脱ぐことにするわね。そんな格好で喫茶店のウェイトレスよ。おかしくない？服装で言ったらナツミンのゴスロリファッションの方がママっぽくないんじゃないの？それに比べれば私のこの服装の方が違和感がないでしょ。喫茶店かファミレスで働きながら子育てしてる頑張り屋のママに見えるしね。それに私だったら年齢的にも問題なし。頑張れば母乳も出るかもしれないし。私だって頑張ればその母乳ぐらい。わかったわ。だったらじゃんけんで決めましょう。勝った方がこの男のパートナー、タチアナのママ役となるのよ。じゃんけん、ぽい。あれれ、勝っちゃったわ。これでママ役は私に決定ね。待って、3回勝負って言わなかったかしら。おいおい、夏美、いい加減に諦めたまえ。こんなとこで時間を食ってどうする？それとも何かい、何としてでもターニチカのママ役、いやレイジ君の妻役を手に入れたいのかい？そんなんじゃないわよ。ただジャンクマは私がデザインしたキャラクターだし、責任を取って私が対処すべきかなって思っただけで。いいわ、もう何も言わないから。3人で花屋敷に入ってジャンクマパーティーとやらを楽しんでくるといいわ。仲良くね。まあ本来の目的は少女 A の確保なんだから、危なそうな場所には DIH の私が潜入するのは間違っていないのよね。
よし、メンバーはこれで決まったな。じゃ、3人は花屋敷の中に入り、ジャンクマパーティーの方を頼むよ。俺たちは俺たちで、外で待機しつつ、何かできることはないか探っておくからね。レジッチ、ターニャ、中に入ろっか。はい、わかりました。ターニャはちゃんとちびっこのふりをするのだ。だから二人もちゃんとパパとママを演じるのだぞ。じちびっことその保護者と確認したじゃん。さあ中に入るじゃん。やったのだ。これで中に入れるのだ。はあ、よかった。喜ぶのはまだ早いわ。これからが本番よ。説明をするじゃん。ジャンクマパーティーはちびっこ参加型の本格アトラクションじゃん。4つのゲームを見事クリアしたらお姫様を助けられるじゃん。お姫様っていうのが少女 A のことでしょうね。少女 A を確保するにはこの妙な遊びに付き合うしかないよね。全力でちびっこを演じてるのね。いえ、違います。おそらくっていうか確実にあれが巣ですから。なるほどね。ちなみにお姫様の救出に失敗すると全員死刑だから、死にたくなければ頑張るじゃん。それぐらい緊張感がある方が楽しめるのだ。どんとこいジャンクマパーティーなのだ。中に入れたまま3ヶ月ぐらい放置したカビカビのパンだって。でも答えは違うって言われたのだ。カビカビのパンだって食べられないのに、なんで不正解なのだ。なぞなぞならどうにかなると思います。き
奇遇ね。実は私もなの。子供の頃結構ハマってたから。なんだ、それなら大丈夫なのだ。なぞなぞはレイジとミヤビにお任せするのだ。なぞなぞは全部で5問じゃん。全部正解でクリアじゃん。じゃじゃ、第1問からいくじゃん。4桁の素数の最大のものと最小のものはなんじゃん。なんだよその問題、解かせる気ないよね。最初から殺しに来てるよね。そんなことないじゃん。ちびっこが答えられそうな簡単な問題じゃん。どんなちびっこだよ。つべこべ言わずに早く答えるじゃん。もちろん1問でも間違ったら即死刑じゃん。スマホを使ったら死刑じゃん。レイジッチ、現役の大学生でしょ。これくらい分からないの？無理ですよ。だって僕文系ですから。それに大学だって休みがちだし。役に立たないわね。みやびさんの方こそ国家公務員ですよね。難しい公務員試験合格してるんですよね。だったら公務員試験に素数なんて出てこなかったわよ。それに私は体育会系枠で防衛省に入った口だし。何ですかその体育会系枠って。スポーツ推薦みたいなものよ。とにかく私には解けないから。問題の意味すらわかんないから。もっと難しい謎謎が出てくると思ったのに、子供騙しの問題なのだ。そんなの1009と9973に決まってるのだ。正解じゃん。どんどん行くじゃん。第2問行くじゃん。滑り台やローラーコースターはどんな原理を使った遊具か。力学的エネルギー保存の法則なのだ。正解じゃん。次は第3問じゃん。 SI 単位系で時速の単位といえばウェーバーだけど、高速の単位といえばなんじゃん。ルーメンなのだ。うぎゅー、正解じゃん。まだまだ。第4問いっちゃうじゃん。アインシュタインがノーベル物理学賞を受賞した研究はなんじゃん。放電効果以外ありえないのだ。むぎゃー、正解じゃん。最後の問題いっちゃうじゃん。最後はとびっきりの難問じゃん。第5問。軌道対称性保存則とも呼ばれる負荷解列反応生成物の立体価格を予測する法則はなんじゃん。ウッドワードホフマン則なのだ。正解じゃん。五問正解で第一ゲームジャンクマンなぞなぞクリアじゃん。やったのだ、クリアなのだ。やっぱりちびっこ向けだから簡単な問題ばかりだったのだ。いや、もうどこから突っ込んでいいのかわかんないけど、
とにかくやったってことで喜びましょう。そうですね。本当にお嬢ちゃんはちびっ子なのじゃん。あんなに簡単に答えられるなんておかしいじゃん。まずいのだ、ジャンクマに疑われてるのだ。ほーら、ジャンクマ、よく見てみなよ。どう見てもタチアナはちびっこだろ。ちお嬢ちゃんは正真正銘ちびっこちゃん。オイラの勘違いだったみたいじゃん。なんとかバレずに済んだのだ。うん、これもターニャの華麗なちびっこ演技のおかげなのだ。それじゃ気を取り直してジャンクマパーティー再開じゃん。第2ゲームはこっちじゃん。ついてくるじゃん。練習は？そんなのないに決まってるじゃん。最初から本番じゃん。じゃあ1人につき3回ってことでいいのかしら。つまり私たちは3人いるから合計で9回ってことで。ブブー、全然違うじゃん。3人で3回のチャンスじゃん。1人で3回打ってもいいし、1人1回ずつでも構わないじゃん。そこはお任せするじゃん。でもでも、3回失敗したら即死刑じゃん。死刑じゃん、死刑じゃん、死刑じゃん。さっさと始めるじゃん。もたもたしてたら死刑じゃん、死刑じゃん、死刑じゃん、死刑じゃん。どうするのだ。ターニャ、ちゃんと打てるか自信がないのだ。僕も自信なんてないよ。どうする？一人一発ずつ打っていこうか。レジッチ、ターニャ、ここは私に任せてくれない？貴重な3発、絶対に無駄にしないから。みやびさん、お願いします。みやび、いいとこ見せてほしいのだ。任せといて。これでもオリンピックのライフル射撃の選考会に出ようと思ったこともあるんだから。この銃、ちっとも調整されてないじゃない。照準がブレブレよ。もっとマシな銃はないの？ないじゃん、ないじゃん。それで頑張るしかないじゃん。ちゃ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 。まあいいわ。あと一発じゃん。外したら死刑じゃん。
ん。レールガンの準備しておいた方が良さそうじゃん。ちゃ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 。ああ、もうダメなのだ。せっかく第二ゲームまで来られたのに。垂直方向の誤差確認修正済み。水平方向の誤差確認、そして修正。発射。よし。まあ、これがプロの仕事ってやつね。みやびさん、さすがです。組織系だと思ったのに、悔しいじゃん。でもクリアはクリアなのよ。第2ゲーム、ジャンクマシューティングクリアじゃん。早く次の場所へ行くじゃん。もたもたしてたら死刑じゃん。はおまけにおまけして30分。それまでに出られなかったら死刑じゃん。大丈夫です。ここのお化け屋敷なら僕少し前に入ってますから。さあ行きましょう。これ真っ暗で何も見えないじゃない。ジャンクマのやつ、こんな罠を仕掛けてくるなんて。いえ、ここのお化け屋敷はこんな感じなんですよ。レイジ、真っ暗は怖いのだ。大丈夫、そこまで複雑な作りじゃなかったから。すぐに出られるよ。屋敷の中にはこういったブービートラップが数多く仕掛けられているみたいね。下手に動いたら全滅は免れないわ。安全を確認しながら慎重に進みましょう。ここはダメね。壁に怪しい穴があるわ。いかにも槍なんかが飛び出しそうね。別のルートにしましょう。待って、床に妙な凹凸があるわ。きっと踏んだら何かが落ちてくるとか、そういった類のトラップよ。トラップ自体は単純なものだし、見えてさえいれば避けるのは簡単なのよ。この暗さが憎らしいわね。どうしたんだ、タチアナ。どうしたじゃないのだ。レイジ、ターニャのお尻を触っちゃダメなのだ。え、僕そんなことしてないけど。嘘なのだ。今しっかりとお尻を触ったのだ。いくらターニャのお尻が可愛いからっておさわりは禁止なのだ。
この暗がりの中、あえて私じゃなくターニャのお尻を選ぶなんて。君、そういった趣味の持ち主なのね。いや、違います！本当に僕は触ってなんかいません！誤解なんですって！往生際が悪いのだ！みやびは一番前は歩いてたし、レイジじゃなかったら一体他に誰がいるのだ！私よ。我が輩もいるぞ。不本意ながら、僕も。なんで夏美さんたちがここに？なんでって、このくだらないジャンクマパーティーとやらに参加するために決まってるでしょ。言っておくけれどタチアナ、私は別にあなたのお尻に興味なんてないわ。ただ手が当たってしまっただけよ。お尻のことは分かりました。それよりどうしてニコルが？終わりに無理やり召喚されたワールドプログラムを使って。ニコルは文句なしのちびっ子ですから、二人がパパ役とママ役になって中に入れたってことですね。ひどいよ。僕はあくまでもう何千年も生きてるって設定なんだよ。ちびっ子なんかじゃないのに。でもよく浅野さんがママ役を譲りましたね。ニコルがいるなら真っ先に名乗りを上げそうなのに。当然あげたわ。私がニコル君のママになるんだって大騒ぎしてたもの。オワリが押さえつけている間に私たちは中へと入ってきたの。浅野には何やらベストミッションがあるらしくてな。それでママ役は夏美先生となったの。ニコルの設定を作ったのは我が輩で、キャラデザをしたのは夏美先生だ。我が輩たちはいわばニコルの生みの親、パパ役とママ役にまさにうってつけというわけだ。レイジ、お前もそう思わないか？どうなんだレイジ、我が輩と夏美先生はニコルの両親役にぴったりだろ？よく考えて発言することね。変なことを言ったら承知しないわよ。タチアナとミヤビさんはどう思いますか？夏美といるか？そりゃないでしょう。イルカがよっぽどのお金持ちでもない限り。いや、それでもなしね。ミヤビと同じなのだ。夏美とイルカとニコルが親子なんて気持ち悪すぎるのだ。そんなのありえないのだ。はさて、それじゃあ話を元に戻すけど、この男の子も君たちのゲームのキャラってわけね。本当に何でもありなのね、この世界って。それにしてもよく第一ゲームと第二ゲームをクリアしましたね。大変だったでしょ？最初の謎々は僕がやらされた。ニコール・ショータは神羅万象、ありとあらゆる知識を持つ悪魔という設定だからな。あの程度の謎々、楽勝でクリアだ。じゃあ第二ゲームの射的もニコルが？それはイルカがやったわ。え、イルカさんが？あの遠くの的に当てられたんですか？どんなズルをしたんです？
レイジーよ、我が輩を見くびってもらっては困るぞ。射撃においてジャッジメント7で我が輩の右に出る者はいない。あの程度の的、一人さばけで鍛えた超絶テクニックで見事撃ち落としてやったわ。自信満々で一発目を大きく外した時は一瞬殺意が芽生えたけれどね。ま、二発目で当ててくれたからいいけど。ちょっと待って、君、二発であの的に当てたの？あんな照準がブレブレのバランス悪いライフルで？照準の誤差の把握など一発撃ってみれば十分、二発目で当てられない道理などない。君たちってやっぱり普通じゃないわね。余った一発で私がジャンクマを撃ってやったわ。少しも効かなかったから余計にムカついたけど。夏美さん、無茶しないでくださいよ。ジャンクマを怒らせてレールガンを打ち込まれたらどうするんですか。君たちがどうやって第一ゲームと第二ゲームをクリアしてきたのかは分かったわ。でもこの第三ゲームはまた別格よ。この暗闇でしかも大量のトラップが仕掛けられているんだから。何の訓練も受けてない君たちがここまで無事だったのは不思議なくらいだわ。とにかくここは私に任せて。トラップの有無を確かめながら慎重に進むから、みんな後ろについてきて。タイムリミットまでに抜けられるか正直自信はないけどね。それなら大丈夫よ。うちのニコルに先導させるから。ここまでだってそうしてきたしね。何せ魔界は漆黒の闇に包まれておるからな。そこに住まうニコルの瞳にはこの程度の暗闇眩しすぎるぐらいなのだ。にょー、すごいのだちびっこ。さっさとタンニャたちをゴールまで案内するのだ。ちびっこにちびっこって言われるのすごく嫌なんだけど。それに僕って都合よく利用されてるよね。これって悪魔としての保険に関わることだよね。いつまでも言いなりになると思わないでほしいな。ニコル、今頃になって反抗期かしら。やる気がないならあなたのデザインを変更してあげてもいいのよ。そうね、フリフリの可愛らしい衣装にして流行りの男の子にしてしまうのはどうかしら。さすがは夏美先生、よくわかっているではないか。さらにインパクトを出すためにバブバブの赤ちゃん口調にしてしまうのはどうだろう。ゴールまで案内するから許して。ちゃんとトラップを回避するのよ。タイムリミットも忘れるでないぞ。分かってるから、みんな僕についてきて。悪魔を脅迫するなんて、どっちが悪魔なのか分かんないよ。なんかごめんね。